顔どうしたの過去、127人の関係女性リスト、流出の筋肉系 YouTuber プロタン、整形で顔面変化指摘続出。チャンネル登録者200万人超えの筋肉系 YouTuber のプロタンが、11日までにタレントで、生体師のタノシンゴのインスタグラムに登場。フォロワーから顔面変化が指摘されている。この日、タノシンゴのインスタグラムでは、 ASMR 玉こんにゃくと称し、プロタンとタノシンゴがボールに入った玉こんにゃくを箸でつかむ動画を公開。二人は苦戦しながら玉こんにゃくを箸でつかもうとし、途中から玉こんにゃくを箸で刺そうとしたタノシンゴを見たプロタンが爆笑するシーンもあった。ただ、プロタンの目周辺が腫れており、顔全体がややむくんでいるようにも見える。 プロタンさんは7月初め、インスタグラムのストーリーズで、クマ取りやってきた。これで7歳ぐらい若えるらしい、美容アンチエイジングは全力で何でもやると綴り、手術後の写真をアップ。今回の動画で目に違和感があったのは、クマ取り成形の影響でしょう。ちなみに昨年12月には、元秘書で元恋人だった女性に DV 被害や浮気を、暴露され、 さらには関係を持ったとされる女性127人の名前が載ったリストが公開されるなどして応援状していましたが現在は持ち直して活動を続けています女性史ライター今回の動画にはフォロワーからなんか大丈夫プロタン顔がプロタンの顔腫れてる何か二人とも顔が変わったとの指摘が寄せられていた普段とは違うプロタンの顔面には プロタン顔どうしたのプロタンダウンタイムといった反応もあったが、無事にダウンタイムが明けた後はよりイケメンになっているかもしれない。熊取り後に撮影された動画のようでプロタン顔どうしたのプロタンダウンタイムというコメントも書き込まれていたが、ダウンタイム明けの変化が楽しみだ。